はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は白洲高校野手でなるみを使っていきたいと思います。で、なるみなんですけれども、本職は投手で、得意練習が変化球と野手の打撃がありますので、まあ、白洲高校ではね、永久期間として、使っていくような形になります。で、一応テーブルの方は得意練習率アップ 10% と技術ボーナス8で40で固有タック72、固有のタックが乗ってコツ経験点アップで、そこから解放すると、45で練習効果アップ 20% で50に持っていくと練習効果アップ30がつくというような感じになってます。で、コツの方が投手の場合がキレ牽制勝ち運で、金徳がミスターゼロ確定で、野手の場合は何にもなくて金徳が上り竜不確定になってますというところですね。まあ上り竜がね不確定なのがちょっと安定感に欠けるかなというところはありますけれども、あとはですね、永久期間の大谷くんを入れて、彼女キャラにナギちゃんを使って、あとは能見軍団の3人衆ですね。これでやっていきたいと思います。この編成だと、前にこの2人が前で、前にあと4なので、まあ、ナギちゃんのねイベントとかは妄想が来たら消化していこうと思ってます。で、アイテムの方が、天才の入部届を持ってきておりますので、ガチでやってきますと。じゃあ練習からしていきましょう。3人いるね、ここだね。最初にね体力を回復してくれるんで。で、ナギちゃん評価が上がったので、最初はナギちゃんの評価を上げていった、いきたいんだけど、いないね。お守りをね持ってきてないからね。お、センス丸がついた、いいね。シラスはね、あと早めにやっぱり上がってくれた方が嬉しいですね。のみさん、まあと雷で、ナギちゃんもいないんで普通にメンタルをやりましょう。最初だからあんまり取れるコツはないかな。早いね、やっぱりイベントが早くなったのすげえいいよね。青、ただナギちゃんがいた場合はナギちゃん、なるみだね。うーん、まあまだいっか、普通に指導していこう。上り上司、おお、いきなり来たね。あとは金徳が成功してくれることを祈る。妄想にいるか、妄想にいるのか、大谷くんだね。まあ普通にやっていこう。ハイボールヒッターか、ここら辺は勝ち合うからね。ハイボールヒッター、ローボールヒッター、アウトコースインコースとか。何にもない、何にもないから妄想しようで、いいやつを取ろう。しらすの場合はねコツで評価が上がっていかないんで、おかずを上げて、まあ、ついでにねなぎちゃんの評価を上げていいやつになって、あとはなぎちゃんが全然練習にいないね。大谷雷か、まあとりあえずメンタルに打ちとこう。体力を減らさずに練習をする。で、雷の金徳1回目と、で諸井くんも1回目が走り出したと、まあ、ここら辺の骸骨が取れるかどうかっていうところもね。どうする、なるみか。でもなぎちゃんがまだ乗ってないんだよね。やっぱり彼女は最優先で、青、わあ、なぎちゃん、やっぱりなぎちゃん、もう10月だからね。で、弱気 VS 強気、これ何がいいんだっけ。これでラッキーボーイ、チームを組むとどうなるんだ。お、体力回復してチームプレイかそのまんまだな。大谷くん、どうする、ちょっと潰せるものだけ潰していく。まずは
ヘッスラは潰して体当たりが取れるでしょ。ムードが取れないんだね。そうするとブロックも取っておこう。もう気分屋はね、ちょっと、いや毎回毎回言うけど取るつもりはないんで、まあ、こんなもんか。もうちょっとね取りたいものはあるんですけど、ここはしょうがない。経験値的に敏捷ポイントが不足してるんで、意外性よし。チームメイト評価が上がって23%か。ちょっと 23% は無理だよ。寝るか。あんまり寝たくないんだけど。でここは今のままでいいにして、競争心だね。で大谷の骸骨になるんで、でここは F 確実に取ってきたい。なぎちゃん大丈夫なんかわかんねえよ、乗ってるんだか乗ってないんだか。あんまりいい練習がないな。監督評価別に気にしなくていいからね。敏捷足りてないけど、メンタルもね多分余るんだよね。能見さんと雷がいるから。そう考えると、まあ、筋力貯めておくか。ちょっとでもで一緒に走ろう。あそう、ちなみにね能見さん俺プラゴになったんですよ。最初の方ね全然レベル上がんなかったけど、この前 PR でプラゴで解放したらね一気にプラになったんで、それでかいよね。よし OK、 とりあえずは勝った。大谷くん、どうしようか。ボッツを取っていこう。ゴミ拾い、ラッキーボーイ。 18% はきついな。脆いか。ダブルタックだね。いやでも 18% はちょっと無理だよ。また寝る、妄想する。でも前部だからね、前部は大丈夫なはず。そんなことよりなぎちゃんよ。あ野球センスは、でもこれあれだいらん、センス丸はいらない。でなるみか、メンタルにいるか。筋力しよう。なぎちゃん乗ってない、そもそも。マジでわかんねえな。気になる、すげえ気になる。見よう。その他関係者乗ってねえわ。乗ってないし、いないし、どうなってんの。せっかく天才千丸になったのに、ここで体力を回復してくれる。分かった。あとなんか普通のランダムイベントでいいんで、なぎちゃんの評価が上がるやつ、しらす特有のあれでいいんで来ないねまあでも体力はだいぶ来たね。あーもうこれちょっと一回なぎちゃんゲー、こことかいいな。いいや、なぎちゃんやるしかないもん。これも体力を回復してくれるんだっけ。なぎちゃんの評価も上げてくれる。いやー妄想使いたい、妄想使いたい。いるのか、いるんかいまあいや、ちょっと練習しとかないとね。やっぱりデートだけだと絶対無理なんで。あー来た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 怖かった。フィッシュで、あとはひたすら青骨取っていく。大谷君ちょっと待ってね、潰せるやつを潰す。悪球打ち、意外性も取る、代打も取る。他ハイボールヒッターね、どうする。ムード、こういうのが微妙なんだよね。ゲッツー崩し、気分屋は置いとく。競争心ってなんか手に入ったっけ。上り上司、じゃあ競争心はもう手に入んないのか。もう取っちゃおう。上り調子って手に入んなかったっけ、なんかなぎちゃんのイベントかなんかで。まあいいや、とりあえず練習をして。大谷くん、ローボールヒッター普通に来たね。まあハイボールヒッターかローボールヒッターかって言われたらローボールヒッターの方がいいんだけどね。でここはじゃんけんの特訓、
選球眼を取っていこう。で、ま、普通にタック。ダブルタックだね。ただ12月の3週だね。でもダブルタックはやっぱりやっていきたいよね。これってさ、たまになんか失敗するよね。窮地もらえない時がある。いや本当にマジでめったにないんだけど、なんか1回くらいもらえなかった気がするんだよな。あ、上り調子来た。もう掴んじゃおう、これは。これ失敗したか。まあいいや、別に。野球が上手くなりたい。おお、悲しすぎる。大谷くん、まあ普通のタックだからね。まあ上り調子を掴んでおこう。ってことはもう本当に鳴海の金徳よ、これに全てがかかっている。お、これやる気上げてくれんだね。鳴海くん、まあ、技術ボーナスがねやっぱりあるし、ここに練習効果アップが乗るとさらにいいよね。まあ、俺はちょっと PSR を持ってるんで PSR 使っちゃってますけど、まあ、SR プラゴにする方がね多分簡単ではあるんですよね、やっぱり。まあ、今回新戦力を獲得せよで、割と大谷くんも素材が手に入ると思うんで、まあ、全然ね、あの SR45 でも強いと思うんで、ここ E にしよう。これもいいね。何にもないな。妄想しちゃおっかな。ちょっと怖いよね。あれ、これ一回上げて E に合わせよう。印象がやっぱり足りないよね。パワーとミートと、妄想しよう。で、金徳ですね。下早いイベントが早い、すげえいいんだけど。ジャスミン、お、いいね。3点。耐えろ耐えるんだ大谷。よし、ちなみに鳴海くんの金徳ってなんか依存してんの？わからん。まあ、ここはね絶対1なんで。なるみいいね。固め打ち OK、 ありがたい。ちなみにコンボイベントって前イベ後イベどっちだったっけ。これ失敗した。まあ別にいっか。成功するとなんだっけ。ね、能見さんかもろい、肩ミート、どっちにしようかな。肩にしよう。打球伸び、よし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 。か、逆境も掴んで、守備52、これはいけるね。走力をまずやって肩も上げて、これも上げちゃおう。 C まで上げちゃおう。で、精神は D にしておいて、固めは2でいいよね。てか1000丸持ってるんで基本的にもう2でいいはずここどうする。ローボールヒッター、ハイボールヒッター、悲しいよなこれ。ローボールヒッター取ろう。ラッキーボーイ、まあいいや、取ろう。切磋琢磨ももう取っちゃおう。打球伸びか、2段階やろうとするとやっぱりきついよね。とはいえ。さて守備、一応これで臨床ポイントがちょっと入る。まあ、一般兵だから、一般兵って、ゲーハイボールヒッターあ、能見さんちょっと少なめなのか。ちょっと待ってね、これメンタルで回復できるっていうのはでかいよな。3パーか、ここ0パーか。
デートがあんまり進んでないといえば進んでないからな。雷か。いや、ここはじゃあサンパーなるみだな。なるべく一般兵の青骨は取っておきたい。フルヒッターここら辺もだよね。ちょっともうさすがにデートしよう。これは普通に終わるんだっけ。よし、敏捷をくれる。おっ、ここでさらに回復が来た。 OK、 いいね。本当にいいよこのイベントは。どうする。マジでやることないね。マジでやることないから、もういいや、妄想しちゃおう。でタック筋力だね。筋力にしよう。パワヒトね、広角がね、やっぱりなかなか取れないよね。なるみのね、この2回目のイベント結構長いからね、早くなってくれてすげえいいわ。おーっと、まあいいや、しょうがない。ゼロパーなるみ、のみさん、なるみだな。かくらん。お、これパーヒッター取れるやつだよね、うまくいけば。ドラム缶、よしで、何にもない。ここはデートしよう。あれ、通院ってなんだっけ。なんか爆弾ついたんだっけ。まあ、不眠症、サボり癖じゃなければね、いいんで。ああ、回復はしないのか、ここ。そして喧嘩。喧嘩は体力を削ってくる。メンタルするか。ダブルタック、いいねー。何にもないデートだな。あとは井戸端会議が起こってくれれば評価は乗るかな。よし、インコース。インコース取ってもなアウトコースとか来るからね。ここはどうする、うん、SG と戦ってみる。 SG にしよう。まあメンタルだよね。ほら、いけ。おー、負けた。で、で、で、敏捷が足りてないな。ミートを B にして、パワーも B にして、まあやっぱりね、永久期間が2人いるとだいぶ楽だよね。ただまあ永久期間はね、ちょっとくれる経験点が少ないんで一長一短ではあるんだけど、とはいえプラスの方向の方がでかいかな。やっぱり能力を気にせずねできるんで。でも4月5月になるからどうしようかな他の一般兵のやつらを上げていこうかと思ったけど、そもそもの青骨が来ない。どうする。本当にやることないんだけど、一応3人いても、うん、まあこんなもんだもんな、経験点。回復しよう。これは何くれるんだっけ。ムードか。うわ、何にもない、何にもないよ。あー、これは爆発しやがった。マジかよ、こういう時に限って爆発すんのかよ。どんくらいさ、10とかだよね。すげえ下がったわ。10 15、総力15、守備15、まあ、足爆なんだからか。いや、ひでえわー。上り上司、あ、ここだ、ここで上り上司もらえるんだ。もう、でもやっていくしかない。ダブルタック来るね、よく。悲しいけど、ささやき破り。
総合力が C になったって言われてもな。これなんかくれたっけ。雷。まあいいや、そろそろ上げてこう、こいつらの能力も。ほら来た、アウトコース。どうだ、おお、いいね。とりあえずいいねって言っても悲しいだけだな。うわ、赤いよ赤いよ。総力とかすげえ。弾道も下げられたの、ひでえ。ちょ待って待って待って、赤を見よう、赤を。守備50か、やろう。悲しいな、ほんと悲しいな。速攻。6月になったね。今デート何回目だっけ、ちょっと見てみよう。あと1回か。評価はもう完璧だね。でもまださ、なんか入院マークがあるけどさ、え、足バック弾って何、まだあんの。爆発したら治るの、永久に爆弾ついたままなの。怖え、恐るべし爆弾。こいつの選手生命は完全に終わってんな。雷、高速チャージ、まあ、いらないけどね。ここは体力を回復しよう。マグロフォロー。雷、なるみか、まあ、回復しながらいけるからね。とかやってるうちにもう7月に入ってるな、入ってるなっていうか入るな。一回デートしないといけないからね。フルヒッター、広角が欲しい。のみさん、ここは雷か。筋力不足してんだよな、こっちだな。フルヒッターは置いておこう。もう広角打法が欲しいからね。かく乱、ここでラブパワーになった。ちょっと待って、パワー B にする。いやー、足が悲しい。技術はすげえあんな。ミート A にしておこう。上がった以上に下げられたよね、天才の入部届。まあ千丸がついたっていうのはさ、一つアドバンテージだけど、しかも割と上がってるところから下げられたからね。やっぱりさ、天才の入部届1枚燃やしてるからさ、今いてひでえ。もうこいつさ、運悪すぎでしょ。ハードラックがつくんじゃねえの。やっぱり調子を崩されてる。まず1本。俺より打ってるやついるんだな。切磋琢磨が発動してる。もう1回回ってこないか。青い、なるみ。まあ、なるみだよね。ちょっと次あたりデートしない。うお、足が怖い。足が痛いよー。チャンス。これ走行力 A に行かないんじゃない、もしかして。お待たせいたしました。スタドラ、いいところに決めてくるね。これは進化。おお、際どい。スタドラが際どい。これもスタドラだ。無理、スタドラは本当に打てない。グイグイ来るね、グイグイ。
これはだよね。いやでも触れないよやっぱり。あ、しまった。もうなんとか抑えてくれている。おお、スタードライブ、これはボールでしょ。入ったかと思ったけど入ってなかったね。フォアボールか。全然ストレート投げてこないんだけど、際どい。ここだ、ストレートは逃さん。1本とフォアボールが1か。超少ねえんだけど、なんでこんな少ないの。ホームラン1本打ったのにひどくね。ねやりたいけどね、ちょっとここはデートしよう。これ回復するっけ。回復はしない。クランが4か、まあ取ろう。でヒートアップ上り流速攻、打球の実取っちゃおう。ささやき破りもいけんな。アウトコースとインコースアウトの方がレベル高いからこっちにしようとか、やってるうちにまたインコースとかね。本来高速チャージとかもいらないんだけどね。金徳はだいぶ取ったかな。あとは試合経験点とちょろちょろと稼いでいくか。刺した。おお、さすがやべえ。やっぱねホームラン2本だよね。ホームラン2本欲しい。上り竜上り竜って簡単に言うとあれでしょ、尻上がりみたいな感じでしょ。よし、もう一回回ってきたね。振り遅れたけどまあなんとか入ったか。あとはねちょっとパワーヒッター欲しいね。コツ1、筋力が足りてないからな。おお、なんもねえ、なんもねえ、マジで。どうしようかな、なんか総合力低いから妄想しとこう。守備ってなんだっけ、あれか、高速レーザーか。走塁はね電光石火だからさすがに無理だけど、バッター奥平第9、牙を打てるかな。重いね、ギリギリだ。げっ、すっげえ点取られてる。大展開で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で奥平、もうなんか爆弾爆発した段階で第2球、それでもいいような気はするんだけどね。ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、高め、よし、5点か。追う展開で迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている奥平、誰も塁に出てくんないからね。第2球投げました、待って、爆速かな。だいぶ着弾点がずれるよね。投げました、インコース低め、外れてボール、カウントは2ボール1ストライク。投げた、ボール、カウントは3ボール1ストライクです。このジャイロか、ジャイロっていうか爆速か。まだいるか、インド渡してやる。おお、カーブ、インド渡してくれる。さあここ
チャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁。はい、さよなら。まあ一応命はつなぎ止めたな。あおあおあお、ノーミさん、ノーミさん。接戦。げえ、なんかすげえ基礎ポイントが低い感じがする。臨床が足りねえね、やっぱり15下げられたのはマジで痛いわ。爆弾爆発してよくやるよなって感じだけどね。もうどうか取り直したくないもんだって、ただそれだけ。おお、引っ掛けてしまった。0対0で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、本来ならさ、やっぱ即さよならなんだけどさ、で今回はさ、一応ガチでやったとはいえ、入部届をね1枚使っちゃってるからね。知らずリードで迎える5回です。先ほどツーランホームランを放っている奥平、まあどこまで伸ばせるか今のところあんまり期待はできないね。もうこの段階でこの能力だから。知らずこの回は2番からの好打順、先頭バッターは奥平、ここまで全打点を叩き出しています。入れてきたか、シュート。第2球投げました。インローによってストレート、早くも追い込まれています。投げました、これ打ちました、痛烈。絶対チーム評価 A いかないよこれ。まだ C でしょ、これやって多分 B になるかどうかってとこだもんね。本塁生還だから敏捷ポイントは足りないんだってば。そして部下チャンスを上げとこう。勝った守備特急。バッターは奥平。第9投げました、完全に外れた、ボール、完全なボール球。第2球投げました、ボール、アウトコース低め。フォークとシンカーとシュートか。投げました、回収。うわー、おー、抜けた。点は入れてくれたね。上位打線から始まります。先頭バッターは奥平、投げた、内角低め、外れてボール。投げた、ボール、カウンター2ボール。第3球を投げた、行くか、どうだ、行かないか。レフトの後ろ、バンバン、ヒットになった。シラスリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面。あ、無理だ、打ちました、ファール。ゲッツーシフトになってるし、投げた、投球ボール、タッチ、アウト。悲しい、援護しないからね。外れた、ボール、カウントは2ボール、1ストライク。そういう監督からのサインは出てなかったからだって。いきなり走られても困るよ矢部くん。さあ、5球は5球目。投げました、見送ってボール、ボールカウント3ボール2ストライク。さあ、ラストボール投げました。こいつらさ、変化球ばっか投げてくるよね。知らずこの回は2番からの好打順。そしてまだこいつ投げてんだ。投げました、ストライク。シュートか、厳しいところ。まずは見送りました。さあ、次の投球投げました、引っ張った、スタンドに入りました。第3球完全にへばったな。投げた、無理だ、高めボール球、ボール球だよね。まあ、一応勝った、分かった。で B になんねえし。そもそも A87、 これは無理だな。普通に最後指導してもらおう。アベレージヒッター、なんかあげるのある。敏捷も足りないしね。
全国のワンアウトランナー一塁という場面で奥田一ノ瀬君一塁ランナー出た敷地に振ってあげるかゲー振ったのに俺盗塁アシスト持ってたよね。潰してるはず。やべすげえなこいつ。めっちゃ塁に出てんだけど。入れてきたね。これは走る。盗塁アシスト。矢部のために盗塁アシストをしてあげたけどその分ストライクカウントを1つ取られてしまったかな。マグロはほっとこう。多分一ノ瀬もそんなに警戒しないでしょ。ああフェアになった。もう一回よしよしよし最後最後最後。サヨナラのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でスライダーか。全てを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。投げた打ちました。これは守備範囲内。引っ掛けたっぽい。もう一回待ってこい。やったー。知らずこの回はクリーンアップからの一般人に勝ってる。トップバッターは奥平。インローの直球はボール。さあ次の投球投げました。これはちょっと膝元厳しいところ投げました。これ打った当たりだ。ゲー一伸び足んなかった。最後回ってきた。今度こそパワーヒッターがないから打てないんだ俺に。パワーヒッター頼みだからな毎回毎回。超ヒーローだよねこんなの。1点取られて最後逆転ホームランみたいな。一応大谷君そうか最後くれんのか。高速レーザー。高速レーザーってどんくらい使う？100くらい使いそうだね。100、100、100使いそうだよね。7900とか。せっかくだから高速レーザーは取りたいけど、いやパワーヒアベヒここら辺取っとこう。で高速レーザーを取ろう。100くらいか。直撮りで、あーでも千丸がついて100くらいだもんね。あとはそうだね精神ポイント使っていきたいね。リベンジだな。連打は技術もすげえ使うな。ラッキーセブン本当にセカンドもせっかくだから取ろう。まあここら辺も取っとこう。コブとかはもういらないからこんなもんか。Cにしておこう。呼吸よし。これで結構いい感じに使ってんね。なんかさすがに取れないよねもうこの経験点だと。まあそうだよね。じゃあこれ1個取ってこれ1個取ってスタミナが上げられるけど上げとく。ちょちょ経験点を使い倒す11。まあまあまあだね。爆弾爆発した割にはいいんじゃないですか。まあ天才だけどね。一応 S7 まで届いたんで爆発してなかったらまあどこまで行ったかなっていうのは、ありますけれども、まあ、やっぱりね、なるみくんは、まあ、シラスでね相当輝くキャラなんで、まあ、SR しか持ってなくても今回割とねあの SR プラゴにできるチャンスはあると思うんで、まあ、SR プラゴでもねあの全然練習効果アップ20は強いんで、まあ、ぜひ、大切に育てていただければと思います。という感じで、しらすどうしようかな。なるみくんもう一回やりたいけど。まあ、あの気が向いたらまたやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。